はい、皆さんこんにちは。ギタリストの関口です。今日はですね、僕が使ってるギターを1本ご紹介したいと思います。はい、こちらはですね、僕が17歳の時に買ったギブソンのレスポールスタンダードですね。このエボニーカラーがですね、なんともジェフベックな感じですけども、買った時はね、普通のレスポールスタンダードでした。なんですけど、この度あのフルカスタムと言わんばかりに改造しまして、今日はそのサウンドの違いを楽しんでいただけたらなと思います。はい、まず基本的なスペックなんですけども、メイプルトップのマホバックで、ローズ指板で、ペグはクルーソンタイプ。重量はだいたい 4.2 キロぐらいですね。まあごくごく一般的なレスポールです。で、改造にあたってですね、どんなサウンドにしたいかっていうのを考えていて、以前はこのギターローがすごい強く出るので、ハードロックとかちょっとこうガツンと鳴らしたい時なんかに使ってたんですよね。ただあまりにローが回るので、クリーンのカッティングとかだと結構モコモコしちゃったりして、一時期はフロントのトーンを切ったりもしてました。それで今回はローをちょっとスッキリさせつつ、できる限りこうヴィンテージサウンドを目指しながら、さらにプレイアビリティもちょっと獲得したいっていうのをですね、ちょっと目標にやってみました。まずはピックアップ、デフォルトではですね、ギブソンのバーストバッカーが乗ってるんですけど、今回はセイモア・ダンカンのアンティクイティっていうピックアップに変えました。このアンティクイティっていうピックアップですね、ローがちょっと抑えめっていうのもあって、あ、結構自分の音楽性マッチしてるなと思って採用しました。で、カバーもですね、若干ですけどこうちょっとエイジド感というか、少しこう汚しが入ってるので見た目的にもかっこいいですね。次にブリッジですね。スタンダードなので当然最初はチューンオーマチックだったんですけど、今回ヒスコレなんかでも使われる ABR1 タイプっていうのに交換しました。で、この ABR1 タイプっていうのはチューンオーマチックに比べると若干こう細身でスッキリした印象を受けるんですけど、それを搭載するためのですね、ここにブリッジの高さを調整するコンバージョンポストっていうパーツがあるんですが、そこはですね、ギターの個体によって2種類ぐらいサイズがあるので、交換したい人は下調べが必要です。レスポールの特徴でもあるこのテールピース、こちらもですね、ステンレスのものからアルミ製の軽いものに変えました。見た目は全く一緒なんですけど、だいたい 60g くらいは軽くなってると思います。で、アルミの方がですね、こう叩いた時にこうカンカンっていう高い音が出るんですけど、まあこれが結構サウンドに影響してるんじゃないかなと思います。フレットはですね、フリーダムカスタムギターリサーチさんのステンレスフレット05というサイズです。少し高さのあるフレットでモコッとした感触がするんですけど、これが若干スキャロップドっぽくあってですね、結構癖になるんですよ。で、このフレットがすごい僕気に入っていて、このギターに限らずですね、フレット打ち直しの際にはもう迷わずこれにしてるぐらい気に入ってます。フロントボリュームはですね、このようにプッシュプッシュ式のコイルタップになってまして、カッティングなんかでもうちょっとシャープな音が欲しい時なんかは疑似シングルみたいな感じで使ってます。前はコントロール部分は基板というか、全部こう板にセットされた状態でそれをこうパコってはめただけだったんですけど、改造にあたってですね、直付けで配線がなされてます。コイルタップに関しては背の高いシャフトのものがなかったので、かなり今回ボディ裏ザグってもらいました。あとはピックガードとか、このエスカッションとか、セレクターのノブ、あとプレート、この辺も全部レリックパーツに変えましたんで、かなり生まれ変わった感じがします。そしてですね、気になる費用なんですけど、これらの改造でだいたい今回15万円くらいかかりました。ギター本体がですね、確か当時で16万弱だったので、ほぼ同額くらいの改造ですかね。ちなみにこのフレットとか配線系は全てプロの方にお願いしました。はい、それではですね、気になる音を聞いてみましょう。その前にですね、
無改造の状態で弾いたバージョンがあるので、まずはそちらをお聴きください。続いてですね、アンプなどほぼ同じセッティングのまま、今度は改造5で聴いてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。結構変わりましたね。特に1、2弦開放のキラッとしたハイがよく出てる印象を受けます。ヴィンテージギターってこういう部分が結構顕著な気がしてて、モダンなギターだとアンサンブルに馴染む暴れない優等生サウンドって感じなんですけど、ヴィンテージだとこうズケズケと主張してくる感じですよね。なので、まあそれがいい音とかっていうわけじゃないんですけど、ジャジャ馬というか乗り回す楽しさみたいのがそこにはあるんだと思いますね。今回はよく出回っているスタンダードを、まあヴィンテージ風に改造しましたけど、これがシスコレとか、はたまた本物のヴィンテージレスポールとかってなると、もう絶対サウンドは違うと思うので、いずれそういうのも弾き比べできたら嬉しいですね。今回は、ご視聴ありがとうございました。